さあ今日はエアフライトの一次面接の日だ。早く行かないと遅刻しちゃうぞ。ちょっとまず言い訳というか愚痴を言わせてもらいたいんですけど、これね2日ぐらい更新が滞ってるんですが、まあ、かったるいんですよというのもこの1日を終わらせるのにスリープ寝るコマンドで次の日に行けるわけですが、フラグを全部立てないと眠くないっつって寝れないんですよ。そのフラグもなんかもしょうもない、あの先輩のしょうもない、そんなやつとは俺はもう口聞かなくていいんだ。イベントなんか見なくたっていいんだから。それなのにね、どこにいるかわかんない先輩を探しに奴のアパートまで行ったりしてね、すんげえ時間かかるんですよ。ということです。頑張ります。エアフライトってどこや。この街にはねえよな。おんや、エアフライトあったわ。僕はエアフライトです。なんかご用でしょうか。この野郎。はい。おう、ハゲ、よろしくお願いします。ではおかけください。早速ですが自己紹介をしてやろう。緑山学院大学文学部のです。お、え、仕事内容に興味がありました。はい、調べてきました。単なる道具。はい。はい、ぜひとも英語話せますか。得意です。バリバリ喋れます。アスホール。アメリカに転勤しろ。はい、喜んで。はいはいはい、はい、希望します。うちの会社にとってどういうメリットがありますか。最高の戦力、2人分の仕事。わかりませんが頑張ります。2人分。今日はどうもありがとう。ありがとうございました。最後のがわかんねえな。うん、はいはい。俺からの面接アドバイス一個あるんですけど、嘘ついても全然大丈夫っていうね。入っちゃえばね、もう関係ないですから。まあ、学歴詐称とかはダメだけど、できるって言ってたことができなくてもね、クビにはできないですから。逆に会社側も面接の時に言ってたことを守んないっていうこともありますから、そこは注意。あれ？ふざけんな！なんだこの野郎！では連携するか。はい。あらこの野郎。来年からここで働く。ほう。うん、そっか。俺も本屋さんになりてえな。あ、おい黙れ。いない。一休みしたらまた頑張るぞって時はまだフラグが立ってないんですよ。電話。あ、電話だ。はい、もしもし。もしもし、この野郎くん。どうもさん。お、お、パブだろう。じゃあ飲もうよ。はい。何やそのポーズ。あ、タバコ吸ってんのか。
あちらが好きになるよ。あ、泣いちゃった。うん、そうかな。お、証券会社。え、お、受ける。え、終わりっすか。あ、お、寝る。電話。はい、もしもし。んだクソが。おう、いいだろう。てか金返せよクソが。いねえな。あらら。え、あ、そういうこと。帰ろう。おう、はい、もしもし、丸角証券。はい、この野郎は私ですが。はい、はい、19日の金曜日。はい、喜んで。うん。え？お、おーい。あ、この野郎。あ、あ、はーい。なんだ？あ、黙れ。あれは偶然ね。おん。うん。いらっしゃい、この野郎。幼なじみでなんで俺は一人暮らししてるんだ。おう、で帰って寝ます。17面接どこだっけ。 ABC 食品どこだよ。隣の駅か。お、お、クソ、邪魔だ。金返せよな、あいつ。はい、ABC 食品を探す。調べとけよ。はい。はい。失礼します。よしよしよし。自己紹介です。会社内容に興味がありました。おう、保存が効き便利です。
広告を派手にします。あ、知らねえよ。てめえが考えろ、バカ。ネクタイなんかしやがって。製品名前変えます。定価を安く。社会に出てから活かせられると思うことは何ですか？人との接し方。役に立つと思います。能力を最大に引き出させるには何が必要ですか？金だよ。おぜぜだおぜぜ、バカ野郎。どうもありがとう。給料に決まってんだろ。アンケートやないか。それ言ってねえだろ。取っちまえ取っちまえ。はーい。早っ。18。お電話ありがとうございます。えい、もしもし。あ、この野郎。明日入ってない。ああ、うん、しょうがない。なんだその態度。百貨店、ここ、よし、チョイス。チョイス。よしよし、ポチョイス。です。百貨店。接客が好き。ああ。新しい戦略が良い。輸入品。そうですか。うん、そう、それそれ。明治12年です。わかんねえけど、あります。はい。お客のニーズ、売れ筋商品。そうですか。先輩に聞きます。受けてません。ありがとうございました。あ、え、はい。証券会社。Yes。どこだっけ？ここ。すいません、かぶってください。ハゲてるね。よしよし、イエス。です。いや、知らん知らん。市場をリードできるからです。そうですか、わかりました。はい、前から知ってましたよ。総合職、一般職は？総合職、ういっす。あります。
スキー以外のスポーツもしますか？いろいろします。あ、マジっすか、いいっすね、今度行きましょう。バッチリっす。もちろんやります。ありがとうございました。嘘ついたった。全部嘘。おっ。あら、この野郎。お、行きましょう。これ見られたら怒られるで。いた。お。いいっすよ。お、じゃんじゃん、やったね。ああ、残念でしたね。そうか、残念だったな。ほほほほ、鼻から牛乳。なんでもないよ、なんかの勘違いだよ。はいはい、じゃあ、いや、っていうか寝れるかな、寝れる、そんな感じで。